皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2020年7月6日月曜日、今日の崇拝の言葉は想像力と口癖の賜物。想像力と口癖の賜物。そして今日の BGM はアルバム坂本龍馬フォーエバー、高知新聞社創刊100周年を記念しての制作以来で作り上げたアルバムです。今日はその中から第1曲目、100年の時を超えて、の中から黎明をお送りしています。ぜひ手に取ってですね、じっくりと坂本龍馬の心に触れてみてはいかがでしょうか。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。